情報を一箇所に集めて監視するってことはできない。本当によくできたシステムになってます。マイナンバーカードの番号、人に見られたら大変なんじゃないかって心配です。マイナンバーカードを使用する際は暗証番号や本人確認が徹底されているので、それだけでは手続きができるってわけではないので安心してください。また勘違いされている方が多いんですけど、この IC チップ自体には税や年金などのプライバシー性の高い情報は全く入っていないんです。ネット上の知らないサイトで買い物をするとよっぽどこれの方がリスクが高いって。でも国から全個人情報を監視はされてるってことですよね。情報を一箇所に集めて監視するってことはできないようになっているので、管理情報は分散していて、行政職員が必要な情報にだけアクセスできるっていう仕組みなんです。一覧で個人情報が全て見られるわけではないってことなんですね。それはちょっと誤解してる方多いかもしれないですね。